皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、集客できないから自信がなくなるんじゃなくって、自信がないから集客ができなくなるという残念な真実ということについてお伝えしてみたいと思います。ちょっとね、回文みたいなタイトルですけれどもね。はい、これをちょっとお伝えしてみようかなと思います。いろんな先生とお話ししてると、まあ、特に数年経っててキャリアがある先生とかで、まあいろいろな事情とか世の中の流れとかにうまく乗り切らなくって、だんだん集客数が減ってって、で集客が減っていくと当然、まあ、収益も下がるし、自分のやりがいとかも下がっていくから、ますますこう自分って必要とされてないんじゃないかとか、まあ、いろいろ考えがちになって、でますます自信がなくなって、まあ、もっと不幸のスパイラルに入っていくみたいな、負になっていくスパイラルに入っていくっていう、まあ、そういうケースとかがあるんですけれども、これはですね、自信っていう言葉、自信がないんですとか、まあ、よくね先生から聞く言葉多いんですけど、例えばなんか新しいクラスを作ったりとか、新しいことにチャレンジしようっていう時に自信がないんですっていう方は10中8句、まあ、ほぼ 100% に近い確率で失敗することが多いです、うん、これはもう本当にいろんな方を見てて断言できます、自信がないですって言って成功する人は見たことがない、うん、まず自分が自分を最大限に信じることがどうしても大事で、信じるっていうのは要はこれはすごくいいものだと、必要な人が山ほどいるはずっていうまず前提があってですね、講座ないし新しい授業っていうのをスタートさせないと、まずゼロで当たり前なので、それをさらにプラスの方に持っていくためには、そもそも自分が自信がないっていう場合には当然人からも信頼もされないし、そんな場所に人って集まってくるかっていう話です。まずは自分がいいと思っている商品ないしはサービスがあって、それに引きつけられる人が寄せられてくるっていうのが本来の形なんで、この方が下がってたらこの人たち大丈夫かって思ったらまず寄ってこないですよね。だから集客ができなくなると顔がね、うつむきがちになったり、顔色が悪くなったり、どんどん自信がなくなったりとかっていうケースがあるのもとてもよくわかるんですが、だんだん落ち込んでいる悪い状態の時ほど上を向いて前を向いて明るく、その次のステップのための準備を淡々と続けていけるっていう、やはりそのマインドがないと続かないんですよね。だからよくその人はその見た目の状態を作った自分に対して現実がついてくるっていうこともあるんですが、やはり自信を持ってきちんと言い切れる人は人からも信頼もされるし、安心もありますし、自分がどうなのかな、これ大丈夫かなと思ってる人はやっぱ不安っていう顔が前面に出るので、それによって当然集客っていうのはしにくくなるし、場合によってできなくなるっていうことなんですね。だから自信をなくすんじゃなくて、できないことが分かる、ないしはうまくいかないことが分かるはずなので、それを改善点として潰していけばいいだけなので、自分自身が全てを否定されたわけではなく、そのプランそのものがいまいち良くない、要は世間的にないしは世の中的に受け入れられてないっていうだけのことなんで、その内容を組み替えて皆さんが喜ぶものを再提供すれば、それは支持される内容に変わるわけですよね。だからまあ私がよくそのプランとか、まあ、金額ですね、価格を出してくるときに、私のクライアントさんと話すときに、なんか正直言ってでも自信がないんですとかいうのを仮にですけどね、一緒にこう作り込んでいって、いよいよリリースだっていう直前になって自信がないっていうことを言い始める人に関しては、はっきりお伝えしているのが、自信がない講座だったら外に出すのはやめてくださいっていうふうに言ってます、うん、
金額が高いと自分が考えているものであれば絶対にその金額では予約は入らないので、高いんだったら安くしてくださいって、自分が高いと思ってしまっているのであればですけどね。当然価格に見合う正当な価値として、一旦講座を作ったりとか一緒にやっていくわけなんですけど、それを外向きに発信しようとする本人がこれは素晴らしいものだって最低でも信じてあげることができないのであれば、確実に自信のなさっていうのは写真にも動画にも文章にも全てのものに対して如実に現れていくものなんですよね。だから自信がないと心が思っているものは全て見る側からは透けて見える、要は自信がないと思っているものは高額に見えちゃうっていうことです。価値がないというふうに見えるから、そうすると結局お客様としてはこれ別に必要ないな、高いなっていうふうに思われるし、高いですって言われたりするんですよ。高いからいけませんとかね。だから価値が伝わらないとそういうことも起こってきてしまうので、自分が思う価値は最低でも自分が信じないといけないんですよね。で、信じられないんだったらどこまでそれを考え抜いてきちんと作り込みをすれば信じられるようになるのかっていうところまでを大概突き詰めてない人は自信がないとか直前になって言います。それは多分考えが練られていないからです。あともう一つは、これもマインドとしてあるなというふうに思っているのは、自信がないというふうに言っておけば自分に対して言い訳ができるっていう心の弱さの表れだ時もあります。要は自信がないプランを出した、そして集客ができなかった、そしてだってそれは自信がないプランだったからといって自分を慰めることができます。これも不都合な真実なんですけどね。要は自信があるっていうふうにやったとして集められなかったら自分が傷つくし自分が残念な気持ちになるじゃないですか。私はならないですけれどもね。残念というよりは、あ、受け入れられないものだったんだなっていうふうに把握すればそうじゃないものを作りますから、そこは淡々と切り替えて、気持ちを切り替えてできるだけの話なので、大抵の先生は自信がないというふうに言っておき置くことによって自分の心を助ける言い訳を残すことができるんですよね。だって集客できないのは自信がない講座だったからっていう、そういう論理だから、自分を無意識にかばってる方も自信がないという言葉をよく使います。自分をかばう、自分を助ける一つの免罪符になる言葉だからですね。だから自信がないっていう言葉は楽なんですよ。自分が責任持たなくて済む逃げ道を作ることができるから。なので私が言っているのは、そもそも自信がないと思うコース、講座、サービスだったら世の中に出すのはやめてくださいっていうのをよくお伝えしています。だから例えば自分が一生懸命やってきたのにどん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 業績が下がっていくと、自分のやってることって間違ってるのかなって思う部分があれば修正と調整をかければよくって、それによってまたこれでいける、よし行くんだっていう、やっぱね、上を向かないといけないですね。自信がない先生ってやっぱ節目がちになるし暗いオーラが漂ってます。だってそれは集客できてないから暗くもなりますよと、もしも開き直られたら逆に意地でも明るくいてほしいんですよ。意地でも、そうするとその明るい状況でちゃんと人が来て本当に明るい状況が作られていくので、順序が逆なんですよね。自信がついたら自信がある顔になるんじゃなくって、自信がないからこそ頑張って上を向いて、よし自信を持つようにしていこうっていう行動から変えることによって世界が変わっていくので、この順序が逆になってる人が多いなっていうのを感じているので、まあ、そんなことをお伝えしてみました。ですのでまとめるとですね、集客ができないから自信がなくなるんじゃなくて、自信がないから集客ができなくなってるっていう、この順番を間違えないっていうことを意識していただいて、もしも今うまくいってない方がいらっしゃるとしたら、それによって自信をなくすんじゃなくて、何か気づきが
ある、改善しなくてはいけないことがあるから集客ができない状況を作ってしまっているわけなので、まずは、見直しと同時に自分を信じるところまでとことん突き詰めてプランを考え直すとか、やった上で自信を取り戻してから発信してほしいということですね。あの、自信がないセールスマンから物買わないですよ。最低でも堂々と言い切って責任を持ってくれそうなセールスマンから人は物を買います。で、そういう人に限って物は売らないです。で、売れない人に限って物を売ります。で、これと教室業は似てるなっていうふうに私はちょっと思っていたので、そんなことを今日はお話ししてみました。自信がなくなってるなと感じる人は、ちょっと自分の心に喝を入れて、まず自分自身の取り組みとマインドを変えていただく、こちらを意識していただければというふうに思います。それでは。